今回調査隊が訪れたのは滋賀県。実はこの地から数々の貴重な考古学的遺物が発見されているのをご存知でしょうか。考古学史上重要な発見の品々にこだわってみたいと思うんですが、滋賀県というのは大変ですね、大発見の多い土地でして、日本最古級の土偶、最古級の土偶、はい、それだけではありません、はい、日本最大級の銅鐸が発見されたのもこの滋賀県で、日本最小の銅鐸も発見され最大と最小の銅鐸が発見されているのが滋賀県なんです。滋賀県なんですか、はい、琵琶湖を中心に豊かな自然に恵まれている滋賀県。縄文時代から集落が営まれ、当時の生活の痕跡が数多く残っています。2010年に東近江市で出土したのは日本最古級の土偶。およそ1万3000年前に作られたその姿とは。これ土偶ですか。土偶です、実物です。そう、まだ指定は受けてませんけども、国宝になってもおかしくないようなもんです。さらに安市では日本最大の銅鐸も発見されていました。こんな大きいんですか。びっくりするでしょ。今日の若い地調査隊は考古学の宝庫滋賀県で出土した貴重な遺物を徹底調査します。まず向かったのは大津市にある滋賀県埋蔵文化財センター。ここに東近江市で出土した国内最古級の土偶が展示されています。日本ではおよそ5000年前から3500年前に作られた5体の土偶が国宝に指定され、これらは長野県や青森県、北海道などで出土しています。しかし滋賀県ではこの国宝土偶よりもはるかに古い日本最古級の土偶が発見されているんです。こちらの建物がですね、滋賀県埋蔵文化財センターでしてね、はい、滋賀県の考古学の中心拠点になっている建物です、今この中で、はい、実物の日本最古級の土偶が展示されています、はい、最古級の土偶、最古級の土偶、どういうものを想像します。女性の体っていうのが、まあ、土偶でいうとイメージしますけれども、それは間違いないです、はい、大きさどれがいいだと思います。大きさ、はい、これくらい拳2つ分ぐらい、ではまず実物を何はともあれ見て驚いていただきましょう。この1階のロビーが、まあ、展示場にもなってましてね、ここに時期時期でいろんなものが展示公開されてるんですけども、はい、1980年に開館した滋賀県埋蔵文化財センター。県内の遺跡や考古学的遺物を調査研究するとともに出土品の展示も行っています。そして7月5日まで期間限定で公開されていたのが、これがその日本最高級の土偶の、これ土偶ですか。土偶です、実物です。小さ、女性の体であることは明らかですよね。はっきり分かりますよね。分かりますね。で、自立する形で作ってあります。これちゃんと立つってもすごいことなんですか。立たないやつも多いです。まだ指定は受けてませんけども、もうもちろん国宝になってもおかしくないようなもんです。縄文時代の初め、およそ1万3000年前に作られたとされるこちらの土偶。これは東近江市の間に熊原遺跡で出土したもので、この場所からは他にも幅8メートルほどの大型の竪穴住居跡が5棟分見つかっています。この住居跡の中から、はい、この日本最高級の土偶が見つかったと、よくぞ見つけてくれたという感じ。本当ですね。思うんです。ちなみに、はい、日本最高級と言い方しますけども、このほぼ1万3000年前の土偶が日本で3つ発見されています、はい、あと2つはお隣の三重県の松坂市で出てきたもんです。でこの3つをまとめて日本最古級という言い方してるんですが、まあ、専門家の中では本当に一番古いのはこれやというようなことをおっしゃる方もおられます。そもそもなぜこのような土偶が誕生したのか、発掘当時から調査に携わってきた中村さんにお話を伺います。こんなちっちゃな土偶を1万3000年前になぜ作ったんでしょうか。
やはりお守りみたいなものであるとかですね、はいはい、あと神様がここの穴の中に降りてくるとかですね、はいはい、そういういろんな説があります。もともとこれ顔なかったんですか？ないっていう説と穴のとこに顔をはめるっていう説といろいろあったんですが、今のところは多分ないだろうっていう。それとこのどの辺から発見されたんですか？実はですね、土偶自体はここの中がちょっと古い土器とか出てくるんで、はい、全部土をふるって全ての地産遺物まで回収する中で見つかってるって。このサイズですから確かに、はいはいはい、だからそれをこれ土ふるいとかしなければ、はい、ひょっとするともう 土の山と一緒に行ったことですね。さらに滋賀県内では他にも様々な形の土偶が発見されています。土偶って言ってもなんかいろんな形の土偶があるんですね。あります、あります。逆に顔だけのものもあるんですよ。本当だ、これも興味深いですね。また青森県の遮光器土偶に似たものが滋賀県でも見つかるなど多くの謎を呼んでいます。今後この滋賀県内でまた驚くような土偶の発見なんか可能性としてはありますか？そうですね、滋賀県はいろんな地域の土偶が出てきたりするので、はい、あの驚くような土偶が出てくる可能性ってのはあるかもしれないなと考えています。はいはいはい、実物の国内最古級の土偶は次回10月15日から公開されるそうなので皆さんもぜひ。続いて調査隊は野洲市へ。ここでは日本最大の銅鐸が発見されているんです。我々来ましたこの場所ですけども、はい、滋賀県内の野洲市、はい、野洲市にありますこの場所。昔大岩山というもんがあった場所なんですけども、はい、銅鐸出土跡と書いてあるんですね。明治14年にですね、この辺りで、まあ、今はもうなくなってましてね、あの崩れてしまったんですけど、大岩山という山があります、はい、その山の中から子供たちが遊んでいて、はい、たまたま銅鐸を発見しました。ほんですぐに今警察に知らせて、はい、関係者がこぞって調査した結果、なんと14個の銅鐸が発見されました。その中に日本最大の銅鐸があったんです。へー。さらに昭和37年に新幹線工事のために、はい、まあ、この近くで、はい、この4、50メーターの範囲で、はい、土を取る工事をやってたら、そこからも新たにまた銅鐸が発見されました。合わせて10個、つまりこの周辺で合わせてこれまでに24個の銅鐸が発見されています。これはね、日本で2番目に多い出土例なんです。で、それだけではありません。文献上ですね、日本の歴史で一番最初に銅鐸が発見されたと記録で残ってる場所もこの滋賀県なんです。それから日本最初、一番ちっちゃい銅鐸が発見されたのも滋賀県なんです。滋賀県ってそんなに銅鐸の産地だったんですか？はい、銅鐸の産地なんです。銅鐸を語る上でこの滋賀県の、しかも野洲市は抜きにできない場所なんです。銅鐸の町として知られる野洲市、過去には全国の銅鐸にゆかりのある町が一堂に集まり、この地でサミットが開催されたことも。1988年には日本で初めて銅鐸の歴史を扱う博物館がオープンしたのです。結構立派な縦穴住居ですね、はい、そうですね、まあ、弥生時代の人々がこういう住居で暮らしていたと、うん、敷地内には銅鐸が製造されるようになった弥生時代の暮らしを再現した公園も。こういう倉庫が村落にそれぞれあってですね、ここに今みんなで作ったお米なんかをしまってたんですよね。ここには世界最古の花大賀ハスや睡蓮も栽培され見ごろを迎えています。ではいよいよ貴重な銅鐸が多数集結する銅鐸博物館へ。大岩山で発見された日本最大の銅鐸とは。大岩山銅鐸、先ほど一番最初に、はい、ここで銅鐸が合わせて24個発見されましたという場所を見てきましたね、うん、あそこから出土した銅鐸がここに展示されています、はい、明治14年に発見された14個の中で最大、そして今なお日本最大の銅鐸がこれです。こんな大きいんですか？びっくりするでしょ、
高さ 134.7 センチ、重さ45キロ。これが、はい、じゃその偶然子供たちが見つけたんですか。子供たちが見つけて、はい、まあ、いろんな関係者が集まって探し出した、はい、その時に14個出てきた一つだって、でもいきなりこんな大きいの出てきたらびっくりするでしょうね。びっくりしたでしょうね。そして、ここにちっちゃなものがあります。はい、これが日本最小の銅鐸です。これ銅鐸ですか。銅鐸です。ちっさ、ちゃんと穴の開け方もかなり成功にできてます。ちょっとなんかぶら下げるような穴もちゃんと開いてますしね、はいはい、どちらも銅鐸です。だから日本に存在する銅鐸、まあ、大体500前後ね、発見されてますけども、この最小とこの最大のその間に全部はまるわけですよ。はあ、すごい、両極端すぎますね。両極端ですね。いずれも滋賀県で出てきてる。そっか、24個見つかったっていう話ですけど、でもそこでなんか子供たちが遊んでたっていう話じゃないですか。明治の発見はそうですね。そこなんか遺跡として指定されてて、なんかこう管理されてたわけじゃないですか。ではないんですよ。このね、銅鐸に関しては遺跡ではあんまり発見されない。村落から離れた丘の中腹とかそういうところで発見されるケースが多いんです。そうなんですか。それも謎なんですけども、古墳なんかね、副葬品なんか発見されますね、はい、そういうものと一緒に発見されるということも基本的にありません。ないんですか。というのは銅鐸は個人の持ち物じゃないんですね。これは村落集団全体で使ってたもんだと、お祭りの時の祭祀に使う、習いして使ったり置いてそれを眺める使い方して、いろんな使い方だったと思うんですけど、はい、基本的には個人の私有物ではなかったの。だから銅鐸っていうのは発見大変しにくいものなんですよ。銅鐸はおよそ2300年前に中国から伝わり、日本では米の豊作を祈り収穫を感謝する祭りで使用されていたと考えられています。当時はこのような輝きを放っていたとされる銅鐸。ここからは学芸員の芦塚さんに銅鐸に関する3つの疑問をぶつけてみたいと思います。これぐらいの、ね、サイズの銅鐸でしたら、はいはい、まあ、古い初期の銅鐸と同じように鳴らすことができるかと思うので、うん、そうですね、ぶら下げてね、はい、日本最大になってきますと、はい、相場いきますよね。そうですね。だんだんその時代が進むにつれてどんどん大きくなっていって、うん、でどんどん装飾もされていくというような特徴がありましてですね、銅鐸を鳴らさなくなる、よく一般的に我々聞く銅鐸から、まあ、見る銅鐸へ変化するというようなことを言うんですけれども、そのだんだん銅鐸そのものがですね、まあ、お祭りの象徴といいますか、まあ、シンボリックなものになっていきまして、巨大化した銅鐸が、まあ、作られるようになったというようなことが考えられています。調査隊が過去に取材した淡路島の松穂銅鐸からは、舌と呼ばれる振り子と紐の繊維が発見され、銅鐸の出発点は音を鳴らし聞くものだったということが明らかになっています。その後鋳造技術が進歩したことや集落の拡大で祭りの規模も大きくなり、誰もがどこからでも目で見て鑑賞できる銅鐸へと変化していったのです。銅鐸の中に、ね、大小の銅鐸を入れ込んだりするような形で、はい、いくつも同時的に発見されますけど、そうです、はい、この銅鐸をまとめて埋設するといいますか、うん、これはどういう理由からそうなったんでしょうか。それがね、ちょっとまだ詳しいことはわからないんですけども、はい、なんか基本的にそのあまり広い範囲を掘らずにですね、はい、その狭い範囲で埋めるっていうのがちょっと共通している点でありますね。はいはいはい、同時に銅鐸を、まあ、埋めるということは銅鐸を使わなくなったと、なぜ姿を消してしまったんでしょうか。銅鐸っていうのはその共同体のお祭りというようなお話があったんですけども、はい、その弥生時代に争いが起きて、そのリーダーと呼ばれるような人たちが出てきてですね、まあ、そういった人物にとってはですね、やはりその共同体のお祭りっていうのはまあ邪魔なもので、こういう銅鐸のお祭りっていうのをまあ弥生時代の終わり頃に廃棄する。で代わりにその鏡を使ったお祭りに変わるんですけれども、古墳時代になると身分の高い有力者は権力を誇示するために銅鏡を所有したと言われています。みんなで一緒にやる必要もなくなって、支配者が言うことを聞かすために自分の価値観をみんなに逆に押し付けるような時代に入っていくわけですね、うん、これ社会の権力構造が大きくそこで変わっていくというね、時代転換のちょうど境目なわけですね。
発掘された銅鐸からそういった歴史も見えてくるんですね。いやいや、なんか銅鐸は平和のみんなが仲良くできた時代の象徴かもしれませんよね。そうですね、ある意味ではもう平和の鐘だったかな。平和の鐘 ね、はい、これが、まあ、大きさにも入れますけども、これが銅鐸の音です。それまでのこの日本列島に住んでた人たちってのは金属音というのは聞いたことないと思うんですよ。確かにその弥生時代とかだったら音としたら土器とかのちょっとくぐもった音しかないんですよね。そんな中でこの高音の音ですよね、はい、弥生時代の人は初めてこの音を聞いて我々以上のちょっと大きな驚きを持った可能性もありますね。そうね、おっしゃる通り弥生時代の人にはすごい衝撃的だったと思いますね。考古学資料の宝庫滋賀県で皆さんもその歴史と魅力に触れてみてはいかがでしょうか。ご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録ぜひお願いします。月曜から金曜の夕方は関西情報